視聴者の皆様、こんにちは。今回は、家族のために頑張って失敗した自己中一致がとんでも行動をしたスレを2本紹介。まずは1本目。視聴者の皆様、こんにちは。今回は節約のために大好きなスイーツを我慢しているのにお金がたまらない、と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。皆さん、助けてください。主人に捨てられそうなんです。主婦として頑張っているのに。どうした?どうした?旦那の浮気?まあ、落ち着いて。何があったの?夫の浮気ではないです。私の家計管理ができていないって怒られました。でも、私すごく頑張っているんですよ。でもその努力を夫が認めてくれないんです。家計ね、どの家庭も大変だよね。確かに。何なんだろうね、ここ最近の値上げラッシュ。老後が不安でしかない。そうですよね。別に我が家だけじゃなくて、どの家庭も苦しいですよね。私たち主婦は毎日頑張って節約しているんです。物価は上がる一方なのに、私たちの給与は据え置きなんで、悲しい世の中ですよね。ほんと、それな。もうこの1年でお金のことで夫と2回も大喧嘩しました。2回目が昨日だったんですけど、夫に、もう我慢できない別れようって言われてしまったんです。家計は2人のことなのに、まるで私がダメみたいな言い方するんですよ。昨夜は私も言い返しました。だから夫とは朝から口を聞いていません。でも冷静になると、まだ夫のことが好きだし、別れたくないんです。だから家計簿をにらめっこしながら節約を考えました。でももうなすすべがないんです。これ以上節約ができないんです。もうどうしたらいいのかわからなくて、皆さんのお知恵をお貸しください。そっか、そういうことだったんだね。じゃあ、みんなで考えてみようか。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。一致の家計情報とか筒抜けになるけどいいの?大丈夫です。離婚しないために家計情報晒します。どんとこいです。1年前からの家計簿も手元にあるので。お、準備がいいね。じゃあ、早速行ってみよう。まずは一致と旦那さんのことを話して。私と夫は共に37歳です。マッチングアプリで知り合い、3年前に結婚しました。夫の職業はサラリーマンで、課長です。私は派遣社員のフルタイムで仕事しています。夫の収入は毎月手取りで40万円くらい、私の収入は20万円くらいです。世帯収入が月に60万円って良い方だね。羨ましい。もう節約必要ないんじゃない?それがそうでもないんです。確かに月に2人合わせて60万近く収入あります。でも実際に生活費に充てられるのは30万円くらい。残りの30万円はどこ行った?結婚と同時に家を購入したので、ローンの返済で毎月15万。夫と私は大学を出ているんですが、2人ともあと5年、奨学金の返済が残っていて、合わせて5万円。残りの9万円は将来のための貯金です。住宅ローン15万って高いね。結構な豪邸に住んでいるの?ごく普通の一軒家ですよ。3000万円台です。ローンを35年ではなくて、25年にしたんです。定年を迎える前に返済したくて、60歳を過ぎてもローン返済のために悪せく働きたくないじゃないですか。だからその分ローンも高いんです。毎月10万円の貯金も自分たちの老後と将来生まれてくる子供のためです。かなり堅実的な考えしているね。いいことだね。夫がとても計画的で、ほとんどが夫の受け売りです。私なんて結婚するまでかなりのどんぶり勘定でしたよ。30半ばにして貯金が100万円もなかったので、最初こそは夫の堅実的な性格に驚きましたけど、次第にそんな彼に影響されて、私も将来のこと、ちゃんと考えるようになったんです。それに私も早く子供を産んで専業主婦になりたいし、貯金を頑張ろうって心を入れ替えたんです。老後2000万円問題もあるしね。その2000万円も数年前の指標ですよね。夫曰く実際はもっと必要だろうって。確かにここ最近の経済状況を考えればそうなりますよね。だから毎月30万円の生活費を見直して、浮いた額を貯金に回そうとしたんです。でもそれがうまくいかなくて。住宅ローン抜きで30万円でしょ?余裕でしょ?確かに。住居費込みで30万円はきついけど、その額は別みたいだしね。簡単でいいから、生活費の内訳言ってよ。はい。半年前から生活費を見直したんですけど、それ以前の内訳です。食費がだいたい5万円。夫と私のお弁当代込みです。月に2回近所のファミレスで外食しますがそれは予備費です。二人暮らしならそんなもんかな。一致もフルタイムだし、ある程度手を抜くには惣菜とか冷食必要だしね。そうですね。
特に食材にこだわりはなくてスーパーをはしごする時間はありませんから。専業主婦ならもう少し上手にやれるのかな。ま、共働きだからね。水道光熱費が合わせて2万5000円です。内訳はオール電化なので電気代が2万、水道が5000円くらいです。立地がどんな地域に住んでいるか知らないけど、オール電化ならそんなもん。基本エアコンはつけっぱなしなので、よその家よりかは高いと思います。え、なんでつけっぱ？もったいない。実は我が家に2匹猫がいるんです。結婚してすぐに拾った兄弟猫で、その猫が長毛猫で体調を壊しやすいんです。なのでエアコンで室温管理しなければならなくて、だからエアコンがつけっぱなしなんです。それと猫たちに持病がそれぞれあって、市販の餌は与えてはいけないので療養食を与えています。その高い猫の餌代とかで毎月猫関係に2万5000円くらいかかっています。ペットの命は代えがたいからそれは仕方ない。あとはそれぞれのお小遣いが2万円ずつ、通信費がネット代込みで2万5000円、車1台持っていて、ガソリン代と保険代で2万円くらい、夫婦の医療保険で2万円くらい、スイーツ代が5万円、残りは予備費です。ちょっと待って、最後の何？予備費ですか？急な冠婚葬祭とか病院のための金額です。違う違う。スイーツ代って何？ああ、それですか。私、スイーツに目がないんです。職場の近くにデパートがたくさんあるんですけど、仕事帰りに買って、お家で食べるのが至福の時間なんです。月5万円って高すぎだろ。食費と同額やんけ。そうなんですよね、私も反省しました。毎日頑張った自分にご褒美をって贅沢ですよね。自分を分析したら、別にコンビニのシュークリームでも同じぐらいの幸福感が得られたんです。なので、スイーツ立ちました。よかった、卒業してくれて。じゃあ、その後からは5万円分そのまま貯金。私もそうなると思ってたんですけど、なんかおかしいんですよ。翌月はスイーツ抱きして頑張ったのに、出費の額が同じなんです。え？なんで？ 5 万円分何に使ったの？全く身に覚えがなくて、夫にも相談しました。そしたら夫が、じゃあ、次の1ヶ月は今月と同じように生活してみて、レシートは僕が管理するからちょうだいねって言ってくれたんです。忙しい夫なのに一緒になって家計のことを考えてくれて本当に嬉しかったです。夫は課長という中間管理職でとても大変なので、家のことは率先して私がしてます。お給料も私の倍ですし当然ですよね。でも休みの日の猫病院とか大きな買い物の時には車を出してくれるんですよ。ゴミ捨ても夫にお願いしてます。優しい旦那さんなんだね。じゃあ次の月は家計の問題が解決したの？いいえ、それが第1回目の夫婦喧嘩です。お、どうした？1ヶ月夫にも家計見てもらったんです。そしたら、食費が10万円になっていたんです。例の5万円分がここか。なんで食費が倍になったの？スイーツを食べられない反動が食事の質を上げた？違います。そんなに料理のレパートリーも多くないので、今までと同じクオリティです。食費の内訳を見ると、半分がお菓子でした。そのことを夫に注意されて喧嘩です。喧嘩も何も、一致に非があるのは明白でしょ。え？どうしてですか？スイーツを我慢したのに、お菓子まで我慢しろって言うんですか？それはあまりに傲慢すぎません。高級なスイーツを食べるのを我慢して安いお菓子にしたんですよ。まずはその努力を認めてください。その安いお菓子に1ヶ月5万もかけたの？お菓子何個分よ？お菓子屋開けるレベル。仕入れ？買ったお菓子はちゃんと1ヶ月間で消費してます。無駄にはしてません。お菓子5万円分もよく食べれたね。聞いているだけで胸焼け。コンビニのシュークリーム1個で十分って言ってなかった？最初の3日間は我慢できたんです。今まではデパ地下で1個500円のシュークリームを食べていたけど、コンビニの100円台のシュークリームも意外といけて、でも3日後にはデパ地下のシュークリームが恋しくなってしまったんです。でも、そこは我慢して、質でダメなら量だろうと考えていろんな種類のお菓子を買いました。何その理屈、コンビニのシュークリーム1個で我慢しなよ。いや、それはダメですね。もう私の舌はデパ地下とかパティスリーのスイーツを知ってしまったので、あの味と同等の満足感を得るには500円のケーキに対してポテチ5袋は必要なんです。それに、スーパーやコンビニのお菓子って種類がたくさんあるから目移りしちゃって、結構いろんな種類を食べ尽くした月でした。でも夫はそのことをすごく怒ってきたんです。節約になっていないって。うん、そうだね。なんかその食生活太りそう。本当にその通りなんです。この1ヶ月で5キロも太っちゃって、
だからジムに通い始めました。月1万円のジムです。その会費はエッチのお小遣いからだよね。いいえ、予備費からですけど、我が家のルールは予備費は病院とか歯医者とかそういう医療費に使うことになっているんです。ジムだって健康管理のためでしょ？病院と同じじゃないですか？夫にもそのジム代は予備費から出すのはおかしいって言われました。ひどくないですか？頭にきちゃいます。イッチの場合は自分が起こした食生活のせい。自分のお小遣いから出せよ。スイーツ代も自分のお小遣いから出せば？旦那さんは食べていないんでしょ？夫は甘いものが苦手なんです。夫の好き嫌いでしょ？それは夫の自分勝手と捉えるべきです。普段の食事は夫の好きなものを出しています。もちろん食費から。だから、私が好きなものは生活費から出しても文句言われないでしょ？その食費5万円の中に一致の普段の食事も入っているでしょ？それに5万円分のスイーツ？旦那さんの 1.5 倍も食費使っているんだよ。皆さん、知らないんですか？世の中の主婦は、自分をいたわるために生活費からお金を出しているんです。エステとか美容院とか、ネイルとか。だって夫のために家事をしているんですもん。私はエステとかには興味がありませんし、お小遣いは化粧品とか友達とのランチ代です。エステの代わりにスイーツを堪能しているだけなんです。じゃあ、お小遣いをそれぞれ1万アップしてその中でスイーツ代を捻出したら？え、無理です。無理無理。スイーツって平均1000円ですよ。1日、10日間しかスイーツ食べれないでしょ？耐えられません。そんなの知らんがな。節約したいんでしょ？耐えろ。まあ、夫にもそんなことを言われましたね。夫にもっと厳しいこと言われました。お菓子は月5000円までって、本当にひどい話ですよね。でも、夫もそれ以上しかないんで、私が飲むしかなくて、お菓子が月5000円って、どうやって生きていったらいいの？むしろ旦那さんに感謝だろ。生活費からお菓子代を出していいとか。旦那さん優しすぎる。旦那さんはお菓子食べないのにね。旦那さんのためにちゃんとご飯作ってあげなよ。まあ、なんとか頑張ってみます。あ、もう行っちゃう？結果が気になるな。確かに。おやつ大好き人間がどこまで買われたかってね。また、1ヶ月後に戻ってきて、どのぐらい生活費が削減できたか教えてよ。別にいいですけど、本当に知りたいですか？人んちの節約方法って意外と興味ある。服雑誌の人気が衰えない理由ね。節約と掃除方法。なるほど。わかりました。じゃあ、頑張って節約して結果を報告しますね。楽しみに待っているね。こうして、意気揚々とイッチはこのスレを一旦去りました。果たして節約はうまくいくのでしょうか。続きをどうぞ。こんにちは。バツイチ孤独のイッチです。え？どちら様？スレ読み返す。あ、スイーツなイッチだ。バツイチ？旦那さんとの幸せな老後のために節約頑張っていたはずじゃ。なんでバツイチ？ 3 ヶ月も戻ってこないから気にはなっていたけど、何があった？この3ヶ月に。ちゃんと夫からの言いつけを守ったのに、離婚を切り出されたんです。もうショックで何も考えたくないです。お菓子は月5000円を守ったんでしょ？守ったどころかお菓子を1円も買っていません。え、すごいじゃん、イッチ。そうですよね。でも不思議なのが、生活費が赤字になってしまい、それがまたまた喧嘩の理由になったんです。夫にこの前怒られてから悔しくて、見返してやる、って思って、一切お菓子もスイーツも買わなかったんです。よく甘いもの我慢できたね、偉いよ。我慢はしてませんよ。買わない代わりに手作りしようって思いついたんです。私って天才でしょ？食事って惣菜買うより手作りの方が安上がりですからね。なんで早く思いつかなかったんだろうって思いました。料理は嫌いじゃないんで、お菓子作りが楽しくて、すっかりハマってしまったんです。なんか嫌な予感。パンケーキとかだけじゃないよね。そんなに簡単なものじゃないですよ。確かにパンケーキは最初は作っていましたけど、ただ、粉を混ぜて焼くだけだと物足りなくて、有名店のパンケーキ粉をお取り寄せして、フルーツ盛りだくさんにして工夫しました。あと、クッキーとかもデコレーションをたくさんつけたりして、ケーキもたくさん焼きましたね。我が家にオーブンがなかったので買いました。一生ものだから30万円くらいするやつです。この物価高騰中で一番悲鳴を上げているのが、ケーキ屋とパン屋って知らないの？小麦粉、乳製品、砂糖って高くなったよね。そのようですね。私、ハマると値段とか見ないで買っちゃうんです。コスパより味優先なので、日本の小麦粉が高いから、外国の小麦粉やチョコ、ナッツを取り寄せたら送料でさらに高くなってました。
夫はクレジット明細を見て白目向いてました。その後延々と説教です。でもおかしいですよね。お菓子は買わずに手作りしたのに。そこをまず認めてもらわないと。だから私も言い返して大喧嘩ですよ。料理上手なエッチなら、そこそこの出来栄えだったの？売ればよかったじゃん。あ、それやろうとしたんです。あ、そうなんだ。計画的じゃん。はい、二度目の大喧嘩の後に思いついたんです。一度に作るとき、結構多めに作るので、販売しようって。いろいろ調べたんですよ。ネットで手作りお菓子を売ることを。それにはいろいろ条件があったんです。まずは食品衛生責任者っていう資格が必要で、1日で取りました。費用は1万円くらいです。あと、専用のキッチンが必要なんだそうです。なので、仕事場と兼ねて、家の近くのアパートを契約しました。家賃が15万円です。それで実際にお菓子を作って、ネットで売ろうとしたんです。でも売ることができなくて。そこまで準備満タンでなんで売れなかったの？人様の口に入るのと思うと不安になって、味見を繰り返していたら、止まらなくなってしまい、全部食べてしまった結果、売れるものがなかったんです。なんか、一致って全てにおいて計画性がないというか、序突猛進というか。旦那さんは一致がネット販売すること知ってたの？言ってないです。利益ができたらどうやって言ってやろうと思って、内緒にしてました。でも、バレてしまいました。不動産屋からの書類を夫に見られて、それで夫が私のネット販売未遂を知り、呆れてしまい、離婚届を渡されたんです。金銭感覚がここまで違うとは思わなかった。もうこの先一緒にいる未来が見えない。って言われました。まあ、そうなるね。旦那さんはよく耐えたと思うよ。この空白の3ヶ月が壮絶すぎて旦那さんが気の毒。それで一致はすんなりと離婚を受け入れたんだね。そうですね。ちょっとケチな夫に私も嫌になって、話し合って別れることになりました。財産分与をして別れて、家は夫名義だったので私が出ていくことになりました。私には事業用のアパートがありますし、仕事もありますし、って思ってたんですけど。え、思ってたんですけど。今はバリバリパティシエエッチじゃないの？いいえ、ネットカフェで寝泊まりしてます。何があった？離婚後、アパートで生活を始めて、ケーキを焼いていたんです。オーブンに入れて40分だったので、その間に買い物をしようと出かけたんです近所に。でも、私がオーブンのお手入れをちゃんとしてなくて、前クッキーを焼いた時の砂糖の溶け残りが発火してしまったようで、煙を感知したスプリンクラーが発動して、家中水浸しになってました。それで住めなくなってしまったんです。賃貸契約も解除になりました。修繕費も弁償案件だね。はい、下の階も大きな被害を出してしまい、その方のお部屋分も弁償しなければならないんです。その方、在宅で仕事をされてて、高価なパソコンなどがあって、その分も弁償です。夫と財産分与した分と、私の独身時代の貯金を合わせても到底足りず、とほほです。でもエッチ、フルタイムで仕事してるよね。なんとかなりそうじゃない？派遣でフルタイムでしょ？とりあえず無職じゃなくてよかったね。それが、無職になったんです。わお。どうして？一応、期間満了っていうことなんですが、私が離婚でバタバタしてたり、アパート水浸し事件に遭遇していた時、会社を何日か休んでしまったんです。多分それで継続するしないの査定に引っかかったんだと思います。誰も急に休む従業員なんて欲しくないですよね。じゃあ、一致は無職の家なしなんだ。これからどうするの？もう実家に頼るしかないね。もちろん頼ろうとしましたよ。でも、私の実家って世間体を超大事にするんで、出戻り娘なんて恥ずかしくて迎え入れてくれないんです。母親に今度家で採れた野菜と米を送るから、どうにかしのぎなさいって言われました。そんなの送ってこられても調理するキッチンがないんです。もう切なすぎます。はぁ、美味しいプリンが食べたい。ショートケーキとか食べたい。まだそんなこと言っているの？そもそもそのスイーツが元凶でしょ。もういい加減スイーツ卒業しなよ。何を言っているんですか？スイーツだけが私を裏切らないんです。夫も仕事も家族も私を捨てました。でもスイーツはいつも美味しいんです。あのデパ地下のスイーツを毎日食べていた日が恋しい。もうねカフェのソフトクリーム飽きました。いっそのこと、スイーツバイキングのお店で働こうとしたんですが、住所不定なので応募もできませんでした。もうどうしたらいいのか。寮付きの仕事を探すしかないね。間違っても生活保護は受けないでね。一致の場合、仕事を選ばなければあるんだから。生活保護なんて無理です。贅沢できないじゃないですか。給付金でスイーツ買ったらダメなんでしょ？よかった。
ちょっとは常識ある人だった。じゃあ、頑張って仕事探しな。それまではドリンクバーの砂糖でも舐めとけ。はい、そうします。こうしてこのスレは最後となりました。今回のイッチはスイーツにすごく取り憑かれていましたね。イッチの今後が不安です。皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。2本目は、娘の成人式の着物を用意したら家から追い出された、と嘆くイッチのお話です。それではご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。今回は娘の成人式の着物を用意したら家から追い出された、と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。もし皆さんに娘さんがいたら、成人式には綺麗な着物を着てほしいですよね。それなのにうちの家族は私のそんな思いを分かってくれなかったんです。しかもですよ。そんな娘思いの私を、家から追い出したんです。誰か、そんな私の思いを聞いてください。あらあら、最初から全開だわ。要するに一致は成人式の娘さんを持つ母親ってことでいいのかしら？ああ、それは大変だ。うちは娘はいないからなんだけど、子供の成人式の服装はやっぱり気になるな。俺は成人式、出てないからその気持ちさっぱりわかんないけどさ。私は着たくなかったのに母親の気持ちとやらで振り袖用意されちゃって。すっげー惨めな思いしたけどな。一生に一度だなんだって言われても、同じ格好したら容姿の差が分かって嫌だってどうしても理解されなかったし。そんなこと言うものではありません。母親ってのは、自分がされたら嬉しいことを娘にはしてあげたいって思うんですよ。成人式には誰よりも綺麗な振り袖。その振り袖一つ用意するのにいろんな努力があることもあなたは理解しないんですね。は？それどうよ。娘の気持ちはどうでもいいっての？ああ、そうそう。似合いもしない振り袖を用意された時の惨めさとか絶対こういう母親ってわからないんだよね。まあまあ、とりあえず一致の話を聞いてあげましょうよ。私も一応母親だし、小さいけど娘はいるから参考になるから聞いてみたいのよね。まあそうだよな。スレ主は一致だしな。俺も知りたいな。うん、俺も気になる。それにそもそもスレタイがあれだろ？成人式の着物を用意したら家から追い出されたって。その思いが何回転ひねりすればそうなっちまうのかよくわかんないし。あ、そういえばそうだった。よく考えてみればそのスレタイに興味持ってきたのにいきなり口論になったから。何かその言い方気になりますけど。わかりました。私は42歳の、今度成人式の娘を持つ主婦です。42歳で成人式の長女、か。成人式ってなんだかんだでまだ20歳でしてるわよね。一致は結婚が早かったの？はい。私は高卒で就職しまして、2年後にそこの先輩社員と結婚しました。ところがこの結婚が決まった頃、成人式とも期間が近いので、振り袖はどうしようって話になったんですよ。あ、そうか。振り袖用意して、すぐにまた花嫁衣装って金かかって仕方ないよな。はい。だから私はこの成人式の時には洋服で出たんです。それがものすごく悔しくて。ちなみに結婚式はどうだったの？そこは両親も気を使ってくれて式の費用を多少負担してくれたので、私もそれなりにお色直しができたんですよね。だったらいいじゃない。旦那さんとどれだけの年の差か知らないけど、最近では若い人同士では写真だけ撮ると化石だけ入れるっていうのもあるし、それは今の人だから言えるんですよ。私の時はまだ派手婚をするのが子供の時の夢って人が多かったんです。ああ、世代だな。そういえばイッチは俺とそう変わらないけど結婚は早いのか。だったらそう思うかもな。はい。実際10歳上のいとことかは、成人式も結婚式も豪華にやったんですよ。それがものすごく幸せそうで、私も絶対成人式には綺麗な振り袖、結婚式は白無垢とお色直し2回。って心に決めてたんです。でも現実は、まあ、でもそんなものでしょ。イッチがもう少し後に結婚したんなら成人式と結婚式は別々に考えられたでしょうに。ええ、わかってはいるんですよ。ただ当時、旦那が遠い地方に転勤が決まっていて、結婚式を早めないといけなかったって事情があったんです。だから私、決めたんです。絶対娘ができたら、その子には誰よりもいい衣装を着せようって。うわぁ、やだやだ。こういうのが親のエゴっていうものだよね。まあまあ、気持ちはわからないでもないさ。一致続けて。はい。それで生まれた子が娘だったことから、もうこうなったらいい振り袖を。とずっと考えていたんですよ。ところがどうも、今一つだったんですよね。
成人式用ってことで展示されるものとか。ちなみに、振り袖は買うことにしていたの？レンタル？予定ではまあ、レンタルでしたよ。残念ながら、旦那の給料と専用の私では学費もかかるし、そのためだけにお金を貯めるってのができなくて。あらあら、それは残念。きっとそういう夢を持ってるなら積み立てとかしていると思ったんだけど。しようとは思ったんですよ。でもなんだかんだでできなかったんです。へ？どうして？だって私にも多少なりとも楽しみがないとやっていけませんよ。まだ若かったのに、毎日毎日家事と子供の世話。だから娘が小学校に行ってからはようやく、とばかりに機会があったら外に出てたんです。地方都市の街中だから大したことはできないけど、それでもそれまでがずっと家の周辺ばかりでしたから、ああやっと楽しみが持てる。と思って買い物もするようになったんですよ。旦那さんはそれ知ってたの？旦那はもう、仕事出ていっぱいですよ。それにそもそも転勤の理由が現場仕事の拡大でしたから。あ、もしかして土建系。はい。年も私と10歳近く離れてたので給料はそこそこいいんですよね。私はそこの事務だったんです。ということは今、50くらいか。だとしたら、若い子が遊んでた時代を知ってたくらいかな。そのようですね。旦那が入社した頃は土建系もうはうはだったようですよ。でも私と結婚したあたりから、バブル弾けた余波で受注数が減った仕事にひたすら打ち込むしかなかったようですが。でもまあ、地方に引っ越したことでマンションには住めたし。そういう点では旦那に文句はないですがね。だけどさすがに振り袖の積み立てまではできませんでしたよ。そうなの？一気の夢じゃなかったの？それはそうですよ。でも夢は夢。まずは私自身の毎日の生活ですよ。あ、そう？まあ、現実的って言えばそうだがな。だけどさすがに娘が大学受験の頃からだんだん昔の夢を思い出したんですよね。ほら、レンタル業者ってその時期から DM 配ったりするじゃないですか。それで、できるだけ早く予約しないといいものが取られてしまうんですよね。確かにあるわね。私もそういうのでレンタルしたけど、うちの母親はどこがいいとかチラシ見比べてたみたいだし。ああもう、あれ本当に嫌ですよ。私みたいに振り袖に合わない人間にもそれが普通だって押し付けてくるような広告。もう、考えただけでゾワゾワする。でもまあ、大半はそれ見てレンタルしようって気になるんだろ？残念だけどそこは数の差だよな。そうですよねー。だから私も、いろんなチラシやパンフ集めて娘に会うのはどれだろうと思ったんですね。だけどどうもいまいちで、あ、これ。と思うとレンタルでも30万とかするんですよ。うわ、レンタルでか？あ、それはピンキリ。安いのだったら数万でもあるけどね。そうですね。ただそういうのって何か確かに安っぽくって。そりゃそうだろ。何かが違うから価格も違うんだし。そもそも振り袖なんて娘さんが好きなのにさせればよかったのに。そこは譲れませんよ。だいたい娘自身、何が似合うかなんてわかってるかどうか。ただ、そんな時、綺麗な振り袖で成人式を迎えた A 子ちゃんを見たんですよ。A 子ちゃんとな。それはまた、どういう子で？マンションの同じ階に住む、うちの娘より一つ上の子です。いつも会うとちゃんと挨拶してくれるいい子ですよ。その A 子ちゃんが着ていたのがものすごくいい感じの振り袖だったんです。というと、何っていうか、確かにレンタルの中でも、昔からの店でヴィンテージ物とか扱ってるところもあるんですけど、それとも何か違う感じで、で、聞いてみたらどうもそれ、A 子ちゃんのお母さんの実家から伝わる本当のヴィンテージ物だったんですよ。おお、それは歴史の重み。そうなんです。確かに私が見ていいなぁと思ったのもヴィンテージ物だったんですよねー。だから、A 子ちゃんに頼んだんですよ。それうちの娘にも貸して、え？一致それ、A 子ちゃんに言ったの？ええ、見た時にこれ、と思ったものですから。で、それからどうなった？ A 子ちゃんは困った顔で、これは曾祖母から伝わったものなのでそう簡単に貸すことはできないって言ってました。曾祖母。ってことは、母親が大体バブル期で、その親が高度経済成長期、さらにその親の振り袖となると、戦前ものだよ。すげえ。え、そんなにすごいんですか？すごいよ。だってあの時代ってものがなくて生き物は売りに出したことが多いっていうだろ。朝ドラでも見るわよね。そういう時代をくぐり抜けて、しかも今の時代に着られるって、相当なもんだぞ。きっとちゃんと手入れしていたんだろうな。そうなんですか。やっぱり私の目は間違っていなかったんですね。で、私、家の方に直接交渉に行ったんです。無駄なことを。無駄かどうかはやってみないとわからないじゃないですか。
それに同じマンションってことはそんなに暮らしぶりも変わらないはず。そう思ってともかく部屋へ訪ねて行ったんですよ。ちなみに一致とその部屋の奥さんは知り合い？いえ、去年の秋にやってきたばかりで。A子ちゃんも挨拶程度だし、その挨拶もしてくれない人も多いですしね。だからともかく知り合ってお願いしないと、と。そこでまずインターホンをピンポンピンポンと。うわ、超迷惑。それからどうした？そのままでは貸してくれるとは思えなかったので、奥さんには名乗ってから、そっちの旦那とうちの旦那が同じ職場だって言ったんですよね。奥さんは知らなくてごめんなさい、と言ってから私を通してくれたんですよ。それはまた、随分危機感がない奥さんだな。それで、A子ちゃんの振り袖について、あれはすごいものですね、とひたすら褒めちぎったんです。そうしたら向こうも嬉しそうにその話に乗ってきて、まあ、確かに代々伝えられてるものを褒められて嫌な思いをする人はいないしね。ああいい感じだ、と思ったので頃合いを見て私、頼んだんですよ。うちの娘も今度成人式だからあの振り袖を貸してほしいって。すると奥さんの表情が一気に変わりましたね。当然だろ。って、なんて言われたんだ？まず代々伝わっているものだから他人には貸せない。ってきっぱり言われまして。そらそうだ。でもそれは A 子ちゃんから聞いて知ってるし、だからこそ貸してほしいんだ、と私、強く言ったんですよ。そこでもう奥さんはお引き取りくださいの一点張り。仕方がないから日を改めて、と言って私はその日は退散したんです。その日は？はい、だけど諦めるには惜しすぎるものだし、貸してくれればなんと言ってもタダじゃないですか。だからもう私は毎日それから A 子ちゃん宅を訪ねましたよ。それで、返事はあったの？それがなかったんですよ。おかしいですね。どこがおかしいって言うんだよ。当然だろ。だってともかく頼みに行ってるんですよ。同僚の奥さんである私が、そこで会社内での同僚との仲が悪くなったらどうしようとか思わなかったんですかね。でもいつまで経ってもいい返事がなかったので、だったらせめて小物を貸して、いや、ちょうだい、と言ったんですよ。は？なんでそうなるの？だってあんないいものを持ってる家ですよ。A子ちゃんの持っている巾着もいい感じのものでしたし、そのくらいの余裕はあると思いません。いや、思ってもだな。なんでそこで一致宅に何かあげないといけないんだ？同僚の妻にそんな冷淡なことでいいのか、ってそれを押し通したわけです。だけどそう私が言ってたことがつい先日旦那にバレて。バレた？奥さんが旦那に言ったの？それがどうも、冗談から駒じゃないですが、同僚ではないんですが、A子ちゃん宅って、うちの旦那の上司の上司の家だったんです。上司の家でなく、上司の上司？はい。うちの旦那は一応課長なんですが。つまり重役とか専務とか。そういうとこですね。なんでそんなとこの人が一致と同じマンションなわけ？生活水準が違わない？どうも、今は家の建て替えをしているとかで、今の賃貸マンションには仮住まいのようです。ああ、だから割と最近。それで今日、旦那がカンカンになって、そんなことをする奴は出てけ、実家に帰れ、と追い出されたわけです。つまり今、一致は実家にいる、と。そういうことになります。だからもうどうしたらいいのかさっぱりわからなくて、ほとんど身一つで放り出されたんですけど、幸いスマホは持ってたからすれ立てしたんですが。いや、無理だろ。そうよね。無理。え、なんでですか、結論早いですよ。だって、突っ込みようがないほど一致の行動がおかしいし。そうそう。途中まではよくある話かなと思ってたらなんでいきなり赤の他人に借りに行くの。だからもう、こういう晴れ着というものに凝り固まった頭は。まあともかく旦那と奥さんと上司の上司に謝る一択だろ。だよな。いや、でも、絶対あの振り袖見たら娘に着せたくなりますって。だからなんでそこで、いきなり突して貸して、なわけ？うん、普通にありえない。そんな、なんでみんなうちの親と同じこと言うんですか。わかりました、しばらく来ません。あなた方以外の人が来たらまた聞きます。ってなぁ、こういうスレに来るやつ自体少ないと思うんだけど。ああいう親は本当に嫌。まあまあ、場所があるし一致が行って暇だからお前さんの話でも聞こうか。こうして一致が抜けた後、しばらくこのスレは親の勝手な欲望について語る場所となっていました。そして2週間後。すみません、誰かいますね。なんか私の立てたスレでいろいろ話してるようですが。お、珍しい入り方だな。せっかくスレに人が集まってるし、親の押し付けで傷ついたあるあるをやってたんだけど。なんですかそれは。そもそも私の立てたスレですよ。
うん、だからエッチがまた帰ってくるっていうからスレの保守がてら、雑談してたんじゃん。嵐が出たわけでもないんだから感謝してほしいくらいだよ。で、戻ってきたってことは何か決着がついたの？何もこっちからはできませんよ。旦那はマンションを引き払うし、娘はアパートを変えたらしいし、二人とも携帯は着信拒否。メルアドも変えて LINE も退会済みときたから、どうにもならないと思ったら、実家の方に私の荷物と離婚届と旦那と娘からの手紙が送られてきまして。手紙？それはまた。で、何が書いてあったの？旦那の方は、今までお前を放っておいた分好きにさせていたことは俺が間違っていた。だがお前の専務の奥さんに対するあの態度はダメだ。そもそも俺は専務の一家が越してくることは言っておいたはずだ。忘れていたとは言わせないぞ。そこまでお前が非常識だとは思わなかった。平謝りしたが専務はひどくお怒りだ。今後のことも考えるとさすがにもう一緒には暮らせない。財産分与はするからそれを足がかりに自立しろですって。私そんなこと言われたこと覚えていないし。それで一方的に離婚言い渡されて、ずっと専用だったのに自立しろって。ああ、つまり年の離れた若い奥さんを放っておいたことを申し訳なく思って、好きにさせていたってことだな。専務一家のことも言ってはいたんじゃないの？一致がスルーしていただけで。だよな。旦那さんもまあ無責任だったけど、専務の一家については完全に一致の責任だものな。で、娘さんの方は？そうそう、それが一番気がかりだったし。娘ですか。あの恩知らずー。恩知らず？またすごい言葉が出てきたものだよな。なんてあったんだよ。こうですよ。ひどいもんです。いつもいつも私の好みなんて後回しにして、私に似合うだろうとお母さんの趣味の服を着せて、ここに行く方がいいだろうと学校を選んで、私が嫌だと言ってもいつもお母さんは私のためだからってご利用しましたよね。そして今回も私のためと言ってこんな非常識なことしたんですか。私はそんなこと一度も頼んでないし、そもそもお母さんの好みと私の好みは違うんです。私は昔から成人式にはその後も使えるスーツにしたいと思ってました。お母さんはそんなことも知らなかったでしょう？もし着物をどこかから調達してきていたとしても、私はバイトして自分で買ったスーツで出ます。顔を合わせたくないから遠くの大学に行ったんです。そしてこの先も、こうですよ。ひどいと思いませんか？私はずっと娘のためにと思ってきたのに。キャッハ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 ッ。よく言ったよく言った。娘さん。いやーもう、本当に私も自分の母親に言いたくて仕方なかったよ。まあそうだろうな。価値観違うんだし。というか、娘さんずっと鬱屈してたんだよな。これはもう、大学で家を離れるまでじっと我慢してたんだろうな、絶対。いやーもう、あっぱれだよ。ええ、なんですかあなた方、本当に失礼ですね。はは、だって私もそうだもの。ずっとずっとずっと母親の好み押し付けられてさ。ああ、確かお前さん、身長高くて胸も腰もあるのに振り袖を無理やり着させられて、成人式でものすごく浮いてる感があって逃げたかったって言ってたものな。そう？どう見ても和装は似合わない体型なのに、母親が着たかったからって揃えやがって、おばあちゃんですらこの子には残念だけど似合わないし、本人が好きなら洋服でいい感じのものにと言ったのに、振り袖一択だったからもう辛くて辛くて。そうなのよねー。着物って本来、寸胴体型の方が着るの楽だし似合うのよね。男は昔も今も足の長さ以外はそう変わらないからいいけどさ、女子はもうとんでもなく変わったからな。それとこれと何の関係があるんです。だからさ、一致は好きで娘のためとか色々言ってたけど結局自己満足じゃん。うちの母親と同じ、そりゃ捨てられるって。いやー、いい気味いい気味。人の不幸を笑うなんて、育ちが知れますね。え？私、20代だけどさ、一致みたいな母親からずっと逃げること考えてたよ。残念ながら逃げられたのは就職の時だったけどね。いやー、一致の自滅と旦那さんのおかげもあるけど娘さんもよくやったよ。あとさ、一致そもそも、旦那さんが好きにさせてたって言うけど、この娘さんの言い方じゃ子供の頃から好みを押しつぶしてたろ。はぁ？似合うからこっちにした方がいいって言ってただけですよ。それの何が悪いんです？だから、母親の顔色読むだろ、子供って。あんたが不機嫌そうな顔したんじゃね？人の家のことを知ったように言わないでくださいよ。だいたい20代の若い子に私の気持ちがわかりますか。って、一致そもそも子供育ててたの20代からだろ。
要するに今の私くらいなものじゃん。何言ってるの？そうそう。それで多分イッチはその時と変わってないんだよね。まあ旦那も自分には悪いところあったって言って財産分与するって言うんだし、イッチまだ42歳だろ。心を改めて再スタートした方がいいよな。はぁ？結局ここでは何の解決にもならないんですね。それに失礼な子もいたし、それにしても再スタートですか。そうですね、昔と違って今は42歳でも婚活してる人もいますしね。私を捨てた旦那ということ聞かない娘なんて忘れて、婚活することにしますよ。そして今度は昔より素敵な打ち掛けを着るんです。婚活?正気か？イッチわかってるんだろうかね。今の婚活市場だと自分の相手は同年代の安月給か、10歳20歳上の介護目的な相手くらいだって。まあ苦労すればいいんだよ。今まで旦那に寄生してたことがどれだけ楽だったのか思い知ればいい。こうして自分の好みを娘に押し付けてきた報告者は、とうとう旦那と娘の双方から見捨てられ、無駄に前向きに婚活宣言をして去っていきました。果たして新たな寄生先は見つかるのでしょうか？ぜひコメント欄の方にお願いいたします。